どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク、メンテナンスが明けまして、占領戦2週間目に突入したんですけど、誰も予想してなかったことが起きました。いつもインボーケフェス、20日過ぎてから月末に、月に一度来ます。スペシャルガシャも基本的に月に1回来るか、2月に1回来るかぐらいの、ペースで今まで来てました。で、その均衡を破ったのが、今回のスペシャルガシャの佐々木ハイセと、同じく登場したインボケフェスで登場した、最強の、グールフクロウでした。10増のフェスが来たばかりにもかかわらず、9月入って、初っ端から、この2体が実装されたわけですが、その次の週には、このイヘ入る狂乱の一撃イヘ入ると、こっちじゃねえわ、フェスの方にですね、ヨモさんですね、登場しています。ありませんのヨモさんですね、衝突するユーザー、ありませんじゃねえわ、これ歌戦だ。え、待って、流れがおかしいんだけど。衝突する友情、ヨモレンジ。待って、これおかしすぎるんだよね、流れ。俺これアニマかと思ったらまさかの歌さんっていうね。どうなってるんだということで、明らかにおかしいです、この流れは。まあ今回このスペシャルガシャのハイルを確定箱に引くんですけど、まあ途中で出たらやめようかなと思ってみたりするんですが、とりあえず特攻かかってるうちに使いたいんですよ。とりあえずキャラの詳細見ていきますか。このキャラクターかなり強いです。イラストも、やばいほどかっこいいんですけど、ステータス11,191、まあ HP 10,000超えたらまあ基準でしょうねっていうことをいつも言ってるんで、まあこんな感じで見てます。で、攻撃力1,532、かなり高いです。で、防御力が462、まあまあこんなもんかなって感じですね。高かもなく不可もなく、まあ若干低いかなって感じもしますけど、最近来たフクロウの240か60か、それぐらいの防御力あまりにも低すぎたんで、こいつがちょっと高げに見えてしまいますね。で、ウカクですね。で、こいつの恋アビリティが、麻痺の迫撃 GS かつ、グールキラー GS ですね。ここね、滝沢、こいつのスキルがですね、まあ後で言うんですけど 0.3 倍にするんですよ、敵の防御力を。で、滝沢と同じように 0.3 倍にしてくれるんですけど、確かね、こいつ滝沢の場合はグールとか人間とかっていうキラーじゃなくて属性キラーだったと思うんですよね。多分水キラー、待って、草かな、草キラーだったと思うんですよ。しかもそれも GS だったかな、 GS じゃなかったような気がするんですけど、確かね、トリプル S マイナスかプラスか忘れたんですけど、そんな感じだったような気がしますね。ちょっと間違ってたらごめん。でも、まあ、グールキラーの方が使いやすいのが、でもどうだろう。グールに対してしか連れていけないのに対して、滝沢は、その全属性に対して連れていけるから、まあ、って感じかな。あれ、あいつも、あいつは何キラーが乗ってたの？グール人間どっちか乗っての属性だったのかな。で、まだあったね。で、アタックポイント、上がるプラス4ですね。かつ、クリティカルアップ、ダブル S プラス、これも多分滝沢と同じだったと思います。で、ガード無効ですね。滝沢はこれ流血無効だったのかな。で、まあ、何かとこう滝沢と比較するのはですね、こいつのスキルが、3ターン内だ、敵単体の防御力を 0.3 倍にするっていう、ここが同じなんですよね。で、この防御力を 0.3 倍にするっていう、かなり強力なスキルは、今のところ、こいつと滝沢しか持ってなかったと思う。ちょっとヨモさんの方スキル読んでないからどんなのかわかんないですけど、とりあえず 0.3 倍が、敵にかかる倍率として一番高い倍率。なので、防御力を下げる方向で見ると、ね、一番高い倍率なので、今のところこれ基準に、見てるんですが、敵単体、敵前衛攻撃力2倍の8連ダメージかつ3ターンで敵単体を麻痺状態にする。で、ヨモさんも麻痺だったのかな、今回は。で、麻痺麻痺麻痺が揃ったんで、これにアリマ入れて、アリマも GS 持ってますね、麻痺の。で、このハイル入れて、で、ヨモさん入れると、もう麻痺の特攻3人衆みたいな感じで揃うと思いますね。で、また滝沢と比較するんですけど、滝沢は攻撃力はあれですね、1400、なんぼだった。まあ、とりあえず100ぐらいこいつの方が高いと。まあ、その点でもかなりこいつは強い部類のキャラクターに入るんじゃないかなと思います。まあ、逃走ステータスはこんな感じですね。うかくは上から CBS、これは基本的に変わらないと思います。で、攻撃力もバカ高いと。まあ、スキルはいいでしょう。こんなもんですね。で、こいつの 3D モデルがすごい良くて。で、まあ、インボケのツイッター公式の方でも攻撃モーションとかは、かわいい。公開されてるんですけど、攻撃もスキルもすごくかっこいいですね。シャコンシャコンシャコンって、鳴る神みたいな感じの音が出るんですけどね。というわけで、今回はこいつを引いていきましょう。このキャラクターの追加の仕方は、さすがに焦る、俺でも。提供割合は一応見ようか。
まあ5ステップ目で1体確定ですね。前のハイセは10連で1回出てくれたんでかなり助かって袋も引くことできたんですけど、袋にね、促進剤100個ぶち込んでるんですよ。でそっちの動画も出してないからとりあえず出すんですけど、そっちの火力検証する前にもう来るペースが早すぎてハイセに入れようと思ってた促進剤をこっちに使わなきゃいけないっていうね。まあいいや、引いていきますか。でフェスの方も1体確保するって言っちゃったんで、そっちの方の課金もしなきゃいけないです。きつい、もう言わせてくれ、きつい。俺課金中かと思われてるけど、別に課金したいわけじゃない。本当にきつい。月1体追加されてるだけでは、まあ今んとこ石も結構確保できるようになったから、1ヶ月頑張れば200個ぐらいは石貯まるっしょ。正直なんかもうログインボーナスもかなりさ、豪華になってきたし。いやでもこの追加の仕方はさすがにきついね。というわけで20連目、さあ SSR、 ここでまあ入る4体ぐらい出てくれれば楽なんですけど、どうなんでしょうか。グールか、期待できないな。スペシャルガチャのお目当て以外の SSR のグールか人間かが出た時には期待できないんですよね。ピックアップがその対象のやつしかいないんで、スペシャルはインボケフェスみたいに過去のラインナップが入ってるわけじゃないんで、本当に期待できません、スペシャルガチャは。なんでコスパがいいのはどちらかというとインボケフェスで、自分の欲しいキャラが来た時にだけスペシャルガチャを回すっていうのが僕的には理想だとは思いますよ、っていうアドバイスをここでしときます、無課金の皆さんに。なんでスペシャルガチャをめちゃくちゃ回せばいいって、思ってる人は、まあちょっと参考にねしていただけたらなと思います。なるほど、グールですね。なかなか厳しい、全部プレミアムで出るキャラクターたちなんで。さて SSR はかなり出てくれてるけど、 RC ポイントは俺もうたまりに多分3、4ヶ月前後の分まで溜まっちゃってるから、こうおっとこれはやばそう。これまたこれ神引き来るかもしれんぞ。いきます。まあそんなね、そんなうまい話はないぞということで、じゃあ最終ステップですね、引きましょう。1体出たら終わろうかなとも思ってたけど、まあステップ4で出られたらステップ5まで引くしかないんじゃねえのってことで引きます。あとね、今月あと1体ぐらい来ると思うんですよね。あと1体フェスが来そうではある。まあまだ9月初めだからね。まあ中旬入ったぐらいかもしれないけど、まあ今月末に1回来ると思われるフェスが本当に怖い、マジで怖い。はい、ということで、入るとりあえず熟練度を上げていくんですけど、まあ最後ちょっとお話しして終わりますか。滝沢のね性能ちょっと比較してみましょうか。ハイルが人間キラーとマヒラーの、しかも両方 GS っていうのがやばすぎるので、間違いなくこのハイルは強いんですけど、ハイル好きの方はぜひ引いておいた方がいいと思います。このハイルかなり強いのはもう間違いないです。はい、俺のお墨付きと思っていただいていいです。人属性キラートリプル S マイナス、これですね、こいつが例えばグールキラー GS 持ってるんですけど、人属性キラートリプル S マイナスということで、結構縛られるんですよね。グールかつ、貴属性、貴属性にしか強くないっていう言い方もあれだけど、まあそこで一番輝くと。ハイルの方はマヒっていう枠組みが広いんですよ。だってマヒなんてほとんどの敵マヒ無効とかしてこない限り、状態上無効とかしてこない限り全員かかるから、マヒなんて。マヒかつ、人間っていう結構その幅広く使えるんですよね、ハイルは。まあ属性もあるけどさ、それはこいつも同じことだから。
こいつはグールかつ、貴族性っていうところにピンポイントで当たるっていう、まあ 0.3 倍なんでね、こいつは他のキャラクターでも全然使ってもらってもいいんですけど、まあ輝くのはここでっていう、汎用性がちょっと、入るよりかは狭いかなっていうところですね。んーで、はい、攻撃力1437ですね。1437入るか1530ぐらいだったんで、まあやっぱり100ぐらい低いと。で、防御力も入ると全く変わらない。で、HP も入るより低い。この時点でステータス的には完全に入るよりかは下。ただ、アタックポイントがこいつ19あるの、入るどれぐらいだったかな。入るか16ですね。まあ、このなんか武器耐久値は同じ5なんで結構比較しやすいかなと思います。なんなら防御力入るの方が40ぐらい、30、40ぐらい高えな。ということですね。まあ、こんな感じです。どうでしょうか、皆さん。この、まあ、かなりきつい。俺が多分、インボケ課金してるランキングだったら、俺1位、2位、3位ぐらい争うと思うんですけど、俺は本当にきついから、マジ無課金の人も迷ってると思うんですけど、絶対来る質問でどれを引けばいいですかって質問来るも、どれでもいい。どれでもいいから、とりあえず1体に絞っとけっていうことをここでは言っておきたい。あっちも引いて、あっちも引いて10連、こっちも10連引いてっていうやり方は一番おすすめしない。300個石があるんだったらどれかを確定枠まで回した方がいい。で、確定枠まで回すまでにお目当てのものが1体出たんだったらその石は温存して来月に回した方がいい。これだから、このゲームは。というわけでですね、まあこんな感じで最後に雑談とちょっとアドバイスを入れてみたんですけど、どれ引けばいいですか論争は永遠に決着がつかないので、まあ、あまり意味がないということを言っておきます。はい、というわけでお疲れ様でした。